いやーもう完全にやめ時を間違えたね。はい、どうも皆さんこんにちは、ピースケスです。ってなわけで今回紹介していくフィギュアがこちら。でんってことでね、名探偵コナンの、江戸川コナンの、フィギュアになります。このフィギュアをね取るのにかかった金額なんですけども、1500円。実を言うとですね、このフィギュアあんまり取るつもりなくて、もともとは隣に置いてあった、あともう数手で取れるんじゃないかぐらいのアニフォージャのね、フィギュアを最初取ろうと思ってて、まあそのフィギュアはね、まあすぐ取れたんでよかったんですけど、2プレイ分余ってたんですよね。まあだからね、その2プレイ分はね、まあこの隣に置いてあったね、コナンのフィギュアをね、ちょっとペペってやってね、帰ろうかなと思いましたらね、なんかいい感じになったんだよね。あれ、こっちも取れんじゃねみたいな。もうこっちももうすぐ取れちゃうんじゃねみたいな。で、まあ、そのまま続けてましたらね、めっちゃ金使ってたよね。まあ、結果取れたんでいいですけど。はい、ということでね、まずは、外枠から確認していきましょう。はい、というわけでね、こちらになりますね。まずは、前面、そして側面、背面、そしてもう片方の側面、上側、下側と。でね、やたらとね、今回箱軽いですね。めちゃめちゃ軽い。多分結構ね、ちっちゃいんじゃないかな、コナン君。それでは、開封していこう。はい、中身はこんな感じですね。コナン君本体と、で、後ろに、まあ、台座がついてると。これは、でもちゃんとあれだね、紙とかかなと思ったけど、ちゃんとプラスチックですね。で、今回はあれだね、まあ、いつもはこんな感じのね、段ボールにこうやって包まれてね、入ってるパターンが多かったんですけど、今回はあれだね、怪獣8号のフィギュアと同じ感じで、こんな感じのね、プラスチックに覆われてますね。では、まず台座から見ていきましょうか。まあ、テープでくっついてるだけっすね。よいしょだ。はい、ってことで、こちらが台座になりますね。と、なんだこれ。なんかまだついてるぞ。一体何なんだこれは。よっ。はい、ってことで、こちらが台座になるんですけども、これ、2個ある。どういうことだ。まあ、多分これ左右につけるってことでいいのかな、こう向きで。よっ。くっつかねえな。あ、いた。くっついた。では、反対側も。よし、ってなわけで、こんな感じになりましたと。すごいね。傾斜が。こういうタイプの台座はね、今回初めてですね。で、多分ここにあれだね、足をはめる感じでいいのかな。はい、では続いて、コナン君本体を開封していきましょうか。よっと。はい、こんな感じですね。よっ。はい。近くで見てみると、こんな感じ。やっぱ予想通りだね。結構ちっちゃいね。で、これあれだね。小五郎のおっちゃんに、麻酔銃というか、これ銃ではないもんな。なんて言えばいいんだ、これ。麻酔時計。よくわかんねえな。麻酔弾？捕獲用麻酔弾？まあ、麻酔のね、あれを撃つ瞬間でいいのかな。これって小五郎以外に撃つことってあるのかな。まあ、例えば犯人とか、どうなんでしょうね。そしてね、特徴的な、これアホ毛でいいのかな？アホ毛でいいのか、これは。はい。まあ、アホ毛ってことにしておきましょうか。アホ毛もね。はい。ありますね。あれ？後ろってこんなトゲみたいな髪生えてたっけ？ちょっと覚えてねえや。そしてね、こんな感じでメガネもクリアパーツで、はい。しっかり再現されておりますね。いやー、コナンね、実家にいるときはよく見てたんですけど、まあ、今の環境ね、テレビがないんでね、はい。しばらく見てないですね。まあどうでもいいか。よし、それじゃあ土台の方にぶっ刺していきますかね。よ、おい、よ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 、こんな感じでいいか、こんな感じで。よ。やべ、こっちがはまんねえ。よし、できた。はい、ってなわけでね、こちらが完成したフィギュアになります。ぐるっと見回すと、このような感じとなっておりますと。なんでこんなに土台に傾斜つけたんでしょうね。実際になんか有名なシーンがあるのかな？いやー、どうですかね。いや、マジでさ、そう、さっきも言ったんだけど、最近コナン見てないんで、どれだけ似てるかがね、ちょっとね、よくわかんないんですね。まあでもどうだろう。若干肌白い？こんな白かったっけ？コナンって。こんなもんだっけ？
俺の脳内に浮かべてるコナンだともうちょっと黒かった気がしますが、どうなんだろう。なんか結構白目の肌色みたいな色してますね。いやでもあれか、今肌色っていうのあんま良くないか。今どうだっけ、薄橙とか言ってるんだっけ。あ、ちょっとこれちょっと前にテレビで見た気がするわ。ところでこのさ、台座って何を参考に作られてんのかな。なんかトランプみたいだよね。はい、ってなわけでね、今回は、江戸川コナンのフィギュアを紹介させていただきました。クオリティに関してはね、ちょっとね、最近コナン見てないというのもあってね、僕の口からは何とも言いませんのでね、はい、コメント欄等でね、教えていただけたらなと思います。はい、ってなわけでね、今回の動画は以上となります。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。それではまた次の動画で。バイビー。